エチバスもちたろうです。さあ本日もベルディ動画になります。本日が9月23日月曜日。先日 J1 第31節サガン突戦がありまして2対0、見事クリーンシートでなんとなんと4連勝でございます。いやー本当に素晴らしい限りでございます。いやーまさか J1 でね、復帰1年目で4連勝できるとは、いや本当にただただ素晴らしい結果でございました。そんなね4連勝にとても貢献しております。本日の動画でございます。驚異の成長力、綱島優斗選手でございます。いや綱島選手がねとても活躍しておりましてね、守備でねとても貢献しておりまして、さらに攻撃でもねとてもアシストをねしたりと、とてもね今もうノリに乗っている選手でございますね。まあ綱島選手といったらねもうねベルディサポーターも皆さん知っておりますけれど、まあね、昨年も紹介しましたが今回もまあ簡単にね紹介していければなというふうに思います。ユース出身の、国士舘大学を経て、今年2年目の24歳の現在選手でございますね。まあ綱島選手といえばやはりその身長ですね。体格188cm、80キロというね、まあ、とても恵まれた体格でございます。ベルディユース出身の選手からしたらとてもね体格に恵まれている選手でございますね。この規模の選手っていうのは正直あんまり知らないぐらい、まあ、本当にとてもね身長が高くね体も強い選手でございます。今季が、23試合出場しまして、鹿島戦でね見事なアシスト、ワンアシストをしております。31試合ですに、まあ、23試合というところだったんですけれども、まあ序盤こそなかなかね試合に絡めずといったところでね、昨年のね終盤かなり活躍してくれたんですけれども、今年はちょっと難しいところがありつつも、5月以降とても出場機会を経て今じゃスタメンですね。まあ、森田幸喜選手が離脱して以降は中盤でねとてもねボランチでセカンドボール拾ったりとねとてもね活躍していまして、今じゃセンターバックとしてね活躍しているそんなね綱島選手でございますけれども、まあ、ボランチを大学で経験して、まあ、今じゃセンターバックで頭角を現すというところですよね。まあ、センターバックで、まあ、ベルディは序盤こそ本当に失点が多く、夏あたりでセンターバック補強してもいいんじゃないかなというふうに思っていたんですけれども、ここで綱島選手が一個こうセンターバックとしてこう数を数えられるというのはちょっとこれはまあ本当にまあ予想外というか、まあボランチとしてやっていくのかなっていうふうに個人的には思っていたので、で緊急時にね、昨年もそうだったんですけど、センターバックで出てっていうところだったんですけど、まさか今センターバックで、まあ見事にね、スタメンを勝ち取って、まあ本当にね、活躍していますのでね、いやー、ここは本当にとてもでかい、まあ一個の補強と言ってもいいぐらいのね、選手ですよね。まあこの4連勝もそうだったんですけども、まあ本当リーグ屈指のフォワードに負けない対人力、元から対人力は強かったんですけれども、J1 を経験して、なおね、とても強い、対人力だなというふうに思いますね。鹿島の鈴木優真選手だったり、柏レイソルの細谷選手だったり、まあ本当に負けないね、1対1でも本当に吹き飛ばすぐらい、力強いね、守備力見せていますので、本当に試合を重ねるごとに、力強いね、姿を見せておりますね。体もやっぱり大きいですけれども、まあ本当にそこら辺体張ってね、頑張ってくれてますよね。そしてまあ綱島選手やはりボランチなので前への推進力っていうのもあります。そしてまあもちろんなんですけれども足元のうまさがある、両足からまあ長短のパスも出せますし、まあドリブルでどんどんこうねスペースがあれば進むことができる、これがまあ一個谷口選手もやっているんですけれども、谷口選手よりもさらにもう一個前に行けると言いますか、ハーフウェイラインを超えてさらにこうどんどんこういけると、展開力もあるっていうところで、これまあある意味ボランチを経験したからこそできる技なのかなっていうふうに思います。本当に国士舘大学でボランチを経験していただいて本当にありがとうございますっていうふうに言いたいぐらい、今じゃもうね
どんどん前に出て、で鹿島戦ではね、どんどん前に出てワンアシスト決めたぐらいですからね。いや本当にどんどん成長するんですけれどもね、素晴らしい限りでございます。まあそれまでは本当に宮原選手をね、センターバックに使ったりっていう風で、まあなかなかセンターバックどうするんだっていうのはまあずっと言われていたんですけれども、ここで一個綱島選手がセンターバックとしてできるっていうところで、今宮原選手がね、本来のサイドバック、まあウイングバックができるようになった、さらにそこでまあ守備がガッとできるようになったっていうのがまた一個今好調の要因と言ってもいいぐらいですね。やっぱり宮原選手、尾長選手のね、サイドバックっていうのはとても頼もしい、まあ頭もいいですし、まあそれもあって綱島選手がやっぱりこう出てきてくれたおかげで、こうポジションのねやりくりができるっていうところですね。まあ本当に綱島選手素晴らしい限りなんですけれど、まあ本当にそのさらにもう一個まあ上がるためにはやはりこうもったいないなってものが、やはりファールがね、少しちょっとこうイエローカードをもらってしまう率がちょっと高いと、それまで本当に好調で出場機会も出てっていうところで、こうイエローカードをもらってしまって累積で出れなくなってしまって、まあ、またベンチからっていうのが何回かこう続いてしまって、とてももったいない、こうなんて言うんでしょうかね、こう繰り返しをしてしまう、とても調子のいいところで次節出れないとかこうなってしまうと、まあ、もったいないっていうのがとてもあるんですけれども、まあ、ただこう逆を言えば、まあ、よく言う上福さん、上福監督のこう足ね1個分寄せるっていうのをとても体現している選手なのかなっていうふうに思います。まあね、身長もありますけれども足が長いので、やっぱり普通の選手よりもこうより一歩こう出れるんですよね。でまあ踏み込んでブロックもできるので、まあそこでちょっと踏み込みすぎてしまってっていうところもあるんですけど、まあ要はそれができるかできないかっていうのがまあ本当大きいんですよね。それがやっぱできないとピンチになりますし、もちろんねノーファールだった時とてもチャンスになってこう奪い取れるっていうのが最近の試合でもありますので、まあ本当にそこの紙一重のところだけだと思うんですよね。だから本当にこういいところでねブロックしてくれて、そのままカウンターに行けるぐらいね、特にこの前のサガン突戦のまあ2点目もそうですけれども、こうどんどんね、こう綱島選手からパスがつながるっていうところがあったので、まあ一個ここをクリアできれば、まあ個人的にはこんなね体格あって足元ある選手ってなかなかJ リーグ J1 を見てもなかなかいないので、これは本当に代表にまあ行ってもいいんじゃないかなっていうぐらい、本当にこうなんて言うんでしょうかね、日本人以外でも戦える体格を持っているっていう、これはなかなかいない選手なので、まあ本当にこれはまあ一個上に上がるためにはね、ぜひともこうどんどん成長していってほしいですし、まあ毎試合今本当に試合を重ねるごとに成長していっているので、個人的にはまあ本当にチームでまあ 1,2 番を争うぐらい成長しているかなって、松橋選手もとても成長しているなって思うんですけど、綱島選手も本当に見違えるぐらいね、まあ1試合毎試合いいしね活躍しているのでね、いやまだ残り試合あるのでね、ぜひともファールイエローカードね、カードの累積気をつけつつね、残りの試合出続けてほしいですね。本当にそういったことがなければ本当にフル出場できる選手だと思ってますので、まあベルディにはなかなかないねこの体格の選手ですのでね、まあとても期待したいなというふうに思っております。まあ一個のこの好調をね本当に、まあ、綱島選手が一個出してるんじゃないかなというふうに個人的には思っております。いやはや本当にこうね、まさかまあ夏ちょっとまあこれから涼しくなってくるなっていう時にまあ4連勝、まあ残り10試合ぐらいからベルディはね、ジョフクさんベルディはとてもまあ負けない試合っていうのを例年やっていて、まあこっからさらにどんどん走れる季節になってくるのでね、いやはやこれは本当楽しみでございます。そしてなんと順位がですね、現在単独の6位と、いやーこんなことあるんですね。本当に注意でも素晴らしいって思ってたんですけど、まさかのトップ5にね、5位のガンバ大阪になんと勝ち点2差
で4位の鹿島アントラーズに勝ち点3差なので、事実でもしかしたらこれは1個上に上がれる可能性があるってことですよね。そしてなんと次節がガンバ大阪というね、いやーこれは本当に注目のカードでございます。直接叩けるチャンスでございますのでね、アウェーですけれども、まあ本当ここまあ1個そうですね、残留がほぼ決まったというふうに思っております。あの会が、まあ、連勝しない限りは、まあ、おそらく、いけるんじゃないかというふうに思っております。まあこっからね、あの怒涛の連勝っていうのもまあなくはないのでね、まだ確定ではないんですけれども、まあ、ほぼほぼ決まったと。ただこの順位に今いるっていうのは相当狙っていいっていうふうに個人的には思っているので、いやー面白いですね。日に日にお客さんも増えていますしね、まあ、本当に面白いサッカーしてますし、勝つサッカーしてるので、まあ、それは増えるなっていう風に納得しますのでね、いやー本当に楽しみでございます。綱島選手のね、これからねまだまだJ1 屈指のねフォワードどんどんいますので、いやー楽しみでございますね。いやー本当に好調な限り、面白い限りでございますけれどもね、いやーこれを好調維持して次節もまあ連勝できるようにね、しっかり応援していければなというふうに思います。いやー本当にね、いい試合でした。素晴らしかったです。というわけで本日のヴェルディ動画以上になります。また次のヴェルディ動画でお会いしましょう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。さよなら。